19世紀の終わり、当時ベトナムはフランスの植民地であった。美食の申し子の彼らは毎日ステーキに大量のフレンチソースをぶっかけて食べており、それまで牛を食べる習慣がなかったベトナム人が余った牛骨でスープを作った。これがフォーの誕生したきっかけであると言われている。その後、第二次世界大戦中の1940年代になると牛が不足し、代わりにチキンが使われるようになった。そして現在のフォーのメインレシピといえば、牛肉のフォーボー、もしくは鶏のフォーガーの2択となった。今回は梅雨の時期にぴったりのさっぱりなチキンフォーを作っていく。まずはスープから。鶏ガラ3羽分を冷水で洗って血合いを取っていく。スープ作りは万国共通、じっくり時間をかけて鍋と向き合うことが必要だ。こういう血の塊が臭みに変わってしまうのでしっかりと取り除く。次は沸騰したお湯に入れて再沸騰するまで茹でていく。これは臭みを取ることが目的なので、旨味まで出てしまわないように茹でる時間は短くする。一度鍋をきれいにしてから水を入れて先ほどの鶏ガラを投入。温度が低い状態から茹でると旨味が溶け出しやすくなる。香味野菜は玉ねぎ、生姜、ネギの青い部分を用意。フォーは香味野菜の表面に焦げ目をつけてからスープの中に入れる。ベトナムの家庭ではコンロの上に直接置くことが多いが、今回はバーナーを使用する。焦げたところはスープを濁らせるので軽く取り除いてから鍋に入れる。一度沸騰させてアクを丁寧に引く。スープは透き通ったチンタンスープにしたいので、これ以降は沸騰させすぎないようにじっくり半日かけて火を入れていく。スープ作りは時間と根気と根性と気合と情熱とメンタルが大事である。次にスパイスたち。スターアニス、コリアンダーシード、クローブ、フェヌグリークシード、そしてシナモンを用意。スパイスにも少し火を通していく。このぐらい表面が茶色くなってスパイスの香りが広がったら完了。パックに入れてスープに投入。ここからは根気と根性と気合と根次は麺を作っていく。フォーの麺は米粉からできている。形状は平打ち麺が多く、癖がない素直な麺だ。今回はもちもち感もプラスしたいので、米粉とタピオカ粉を2対1の割合で混ぜる。そこに塩小さじ2。熱湯を入れて混ぜていく。このぐらいまとまったら水分を均等にするために常温で30分ほど置いておく。次は伸ばす工程に入る。生地がくっつかないようにしっかりと打ち粉をする。麺棒を使いお好みの厚さまで伸ばしていく。
米粉麺はグルテンフリーなので切りやすい。カットするときは気持ち太めに切っておく。6時間後、スープにうまみが十分に溶け出したら調味をしていく。塩、砂糖、そしてニョクマム。これはベトナムの魚醤で、フォーには欠かせない調味料である。タイではナンプラーと呼ばれているが、このニョクマムは魚の香りが強いのが特徴だ。非常にうまみが強く、おいしんぼでは山岡四郎がこのニョクマムをかけただけで料理勝負に勝ってしまうほどである。ベトナムの風を手軽に感じることができる、フォーにはマスト級の調味料だ。スープの味が決まったら具材の調理に移る。まずは鶏もも肉を入れ、弱火で30分ほど煮込んでいく。その間に野菜たちをカットしていく。紫玉ねぎ、唐辛子、もやし、ライム、ミント、パクチーはマシマシで用意。まずもやしは端の部分をカットする。もやしの臭さはこれでほぼ取り除ける。ミント、パクチーは粗くみじん切り。玉ねぎは繊維に沿って切る。鶏もも肉に火が通ったので、お好みの大きさにカットしておく。次は麺茹で。たっぷりの水で茹でる。茹で時間は30秒ぐらいでいいだろう。ではいよいよ盛り付け。スープは臭みが一切なく、鶏の旨味がダイレクトに抽出できてます。ニョクマムとの相性も最高ですね。麺はもちもち感はいいですが、もう少し薄くできれば本場の食感に近づくと思います。あと少し茹ですぎましたね。まあ全体的にうまくできたんじゃないでしょうか。その証拠にハイボールがもうなくなってますね。タピオカ粉が1キロぐらい余ってるので、次回は牛肉の方でも作ろうかな。それではご視聴ありがとうございました。